皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。はい、今日はですね、アイアンやっていくんですけども、正直ね、アイアンを打ってる人見ててですね、ヘッドを上手に振れてる人って少ないなーってちょっと思ったんですよ。で、今日はちょっとこのヘッドを振るっていうのと、腕を振るこの違いについてやっていこうかなと思います。まあ、これをやることによってね、やっぱり方向性が良くなったり、その番手なりの適正な高さになったりね、距離が出てきたりすると思うので、ちょっとやっていこうと思います。ではやっていきましょう。好評発売中。うまい。はい、じゃあですね、これまずヘッドを振ると腕を振るの違いを見ていこうと思います。皆さん分かるかな、見ててくださいね。じゃあ手を置きます。はい、今手を置きました。で、今度ヘッド見ます。さあ、いかがでしょう、違い分かったでしょうか。分かるか。多分どっちも同じような動きに見えたかと思います。で、ちょっとね、極端なイメージで見せていきます。手を振る、手を振る、こういう動きです。手を振る、手元がすごい前に、アイアンなんかは特にハンドファーストにしなきゃいけないよねっていうのがやっぱり誰しも頭にあると思うので、この手元が前に出るっていうのをやってしまいがち。もちろんこれもね、よし悪しで考えてほしいんですけども、体の動きと同調している状態で体がこう向いてるからこそ手がここに来るっていうのは全然いいんだ。でも体が動いてないのに手だけ行くっていうのは絶対にやっちゃいけない。で、大体こういう人多い。で、そういう人に限って、ショートアイアン引っ掛けてロングアイアンをプッシュスライス握ってアプローチはざっくりトップが多いみたいな感じになってくる。で、じゃあ今度はヘッド振るです。ヘッド振るっていうのはまあ簡単に言ったらこういう動きですよね。で、みんなこれを手首こねてるよねって言うんですけど、実際手首ってこういう動きするんですよ。上にクラブを持ち上げる動きをします。で、これを体の回転で合わせるとこうなりますよね。こうなりますよね。こうやって自分の手を追い越して動くんです。これがクラブヘッドを振るっていう感覚になります。この動きがやっぱ苦手な人っていうのはどうしても球の高さが出ないし、距離も安定しないし、方向性がめちゃくちゃ悪くなっちゃう。で、まあ、もっとね、言ってしまうと手首を使い方を抑えた方がフェース面が動かないから方向性は良くなるんじゃないかっていうのが一般的な主流だし、それは間違いじゃないんですよ。ただね、手首の動き方が分かる人がやって初めて抑えるっていう動きにつながるんですよね。手首の動き方がわからない状態、使っちゃいけないんじゃないかと思っている状態で、それで手を振っている状態の方が抑えても方向性悪くなっちゃうよね。でも体でこうなんか無理なことをして余計変なスイングになっちゃうし、自然じゃなくなっちゃう。だからなるべくここっていうのはこういう動きはしていいんだよと、この打ち方っていうのをやっていかなきゃいけないんだよっていうふうに捉えてほしいです。じゃあこのヘッドを振る練習方法、どんな練習すればいいのか簡単です。今何やったか分かったでしょうか。これね、何年か前に僕ショート動画で上げたんですけど、フルリンパってやつですね。こうやってヘッドを一周くるんってやりました。で、この動きをすると必然的に手首は動くし、ヘッドは成功していくし、イメージが作りやすいと思います。こういう練習をしていただくと非常にやっぱりいい感じで
受けてくるんじゃないかなと思います。これアイアンじゃなくて違うクラブでもやってみましょうか。ドライバー、ドライバーでもクロリング、こんな感じ。どういう飛び方してるか気になりますよね。ではクロリンパがどういう飛び方してるのか皆さんご覧ください。こんな感じ。ヘッドが走るので若干フックボールです。でヘッドが走るしスピードがつくので結構強い球だと思います。これをそのままじゃあ体の回転と同調させますね。クルリンパ、クラブは内側から入ってくるのでいい感じのドローで飛びます。でこのようにクラブヘッドを振ってあげるっていう動作、これをやってあげると非常にいい飛び方をしてきます。もうぜひ使わないともったいないのでこの腕の動きっていうのをちょっとね考えながらやっていきましょう。そうするとドライバーもそうだし、アイアンも結構いい感じで飛んできますから、ぜひ皆さんやってみてください。ということで本日の動画は以上となります。この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。